これ始まってますよ。もう始まってます。はい、お疲れ様でございます。今回ね、 3D プリンターの商品なんですけど、ネジをドリルで締めるときにね、ネジがポロって落ちるときあるじゃないですか。まあ、時期が弱かったりするんですけど、それのサポートアイテムを今回印刷していきたいなというふうに思います。こちら印刷時間なんですけど、まあまあ早かったですね。1時間以内で印刷できました。はい、印刷できたのがこちらですね。これを今からね、サポート材これついてるんで取っていきましょうか。もうあらかじめね、準備しといて、このセットがもう木固定ですよね。ヤスリのセットと、こんなサポートいりましたっけ。サポートなしで印刷したらよかったな。いらんかったか、慎重にやろう、折れるかもしれん。あれ、これニッパー片手に手で取ってるやん。一応ニッパー使いましょう。やっちゃあかん、手で慎重に行こう。ここが大事、一番取るとこが大事。ちょっとスライサーソフトでね、調整が必要やと思うんですけどね。サポート材なしでいけるかもしれないですね。で、ちょっとこのバリみたいなのがついてるんで、これを除去していきます。ヤスリもそんないらないですかね。多少かけときます。あかん、入らんわ。印刷できたものがこちらですね。なんか色味がおかしい。これなんかうさぎの意味みたいになってるじゃないですか。ここにネジがカチャってセットできる。これね、ちょっと開くようになってます。あんまり開きすぎたらボキーってなるね。で、これをドリルの先端にセットするんですよ。これちょっとセッティングしていきましょうか。はい、それでは早速使っていきましょうか。デンドラってありますけど、これね、そうですね、磁石が、これはね、鉄なんでこうくっつくんですよ。これね、ビットの方にも磁石がついてます。で、問題は、この磁石がつかんやつあるんですよ、たまに。これとかね、材質がなんかコーティングされてて、めっちゃつきにくいんですよ。で、こうネジを止めるときに、こうポロって落ちるときあるじゃないですか。それをサポートするのがこちらの商品ですね。これをこう先端につけるじゃないですか。で、ここにネジをこうこそっとつけるんですよ。あれ、やべ、折れそうや。こんな開いて大丈夫か。で、高さが大事。こうか。で、こう挟むじゃないですか。こうすることによって、そのネジが落ちないですよね。ボロって。あ、なんか、いや、気のせいか。そうです。これ、磁力が弱くても、ネジがボロって落ちることないじゃないですか。で、これ、このまま止められるんですよ。ネジが。ちょっと一回試しに使いましょう。こっちのいらない木材を準備しました。これで、ネジを止めるんですよ。あ、これ不都合つけるんですよ。これ、カメラで見やすいようにこう持ってるだけで、皆様、真似しんといてくださいよ。あれ、ちょっとブレてるわ。先端がずれてるわ。ちょっと待ってください。最初が大事よ。で、ここにこうネジをつけるとき、あかん、電池がない、パワーがないわ。あかんわ。あ、止めるどうこうじゃなくて、厳しいな。 2x4 硬いから無理か。もうちょっと短いネジでいきます。これ ちなみになんですけどね、こういう、なんていうの、六角形のビットじゃないとダメなんですよ。ここが三角形になってて、これがちょうど入るようになってるんですよ。固定できるように。だから、こういうスリムタイプのビット、これダイソーで買ったんですけど、これやったらもうガバガバじゃないですか。これはダメですよ。必ずこっち、この六角形になってるタイプですね。これがこうフィットするようにセットして、これでいきましょうか。これで、あかん、もう電池がない。充電できてない。あ、これ見せられへん。いや、充電はできてるのか。木が硬いから、もうちょっと柔らかい木ありません?こちらのタルキみたいやつ使いましょうか。これを、こうやって、硬い。最後が、あ、苦しいな。これハンドドリルでやってるからね。3.6V やから無理ない。ここやったらいきます?あ、折れた。ネジのサポートに折れた。おいよ。おいよ。それ見たことか。もう一回で終わりません。回でネジのサポートになってませんでしたね。終わった。これインフィル密度 100% でやったんですけどね、飽きませんでした。なんか逆に 50% とかした方がこうしなりが良かったんかもしれない。 100% やからね、こう曲がらんかったんかなと思ってます。それかもう材質の問題ですよね。 PLA プラスとかで作った方がいいかもしれないですね。今回以上で終わりましょうか。何の動画やったんこれ。あ、このチャンネルではもう大成功ですかね。
これを狙っていました。実はこれを狙っていました。あ、もう何の動画やってん。一緒で終わりましょうか。最後までご視聴いただきありがとうございました。ちょっとインクこっち来てください。どうするのこれ。こっち来てください。これここに磁気を帯びさせるなんかこういう鉄のやつあるじゃないですか。あれを使ったらこう磁石ここに磁気を帯びてネジくっつきますよ。